はい、キラフです。ということは、思考シリーズですね。今回はですね、みんな大好き、ボロネーゼです。要はボロネーゼって、まあ皆さん知ってると思うんですけど、ミートソースですね。なんていうのかな、ボロネーゼとミートソースってちょっと違うんですよね。ミートソースはちょっと日本寄りで、ボロネーゼはイタリア寄りみたいな、そんな感じです。とにかく今回作る上で何を言いたいかというと、ボロネーゼは肉料理だということです。なので、肉料理をというところを意識しながら、思考のボロネーゼやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあですね、材料紹介いきます。まずですね、ボロネーゼなのでお肉です。合いびき肉、本来ならばこれ牛肉を使うんですけども、牛肉のひき肉高いので、使いたくないので、牛豚合いびきでも全然美味しくできます。で、赤ワイン、これ赤ワインはちょっと買ってきてください。できればね、濃い方がいいんですけども、これを使っていきます。あとね、ホールトマトです。これ半貫分使います。玉ねぎ1/2個、ニンニクは2かけ。これが今回の、まあ、肝になる隠し味なんですけど、ベーコンです。これ市販のベーコンで大丈夫なんですけども、これ必ず入れてください。味の深みがもう全然違いますんで、ベーコン入れることによって。主な食材はこちらで、あとパスタが後で、太めの 1.8 のパスタを使います。はい、それではですね、やっていきたいと思うんですが、まず最初、今回はですね、この赤ワインから、使っていきます。これどう使うかっていうと、まずですね、まあ、ここにグラスに適量です。で、赤ワイン適量を注いでいきます。そして、美味しいです。今日はこれを使っていきましょう。美味しいです。これあれですよ、飲みたかったわけじゃないですよ。今日使うワインの味を確かめたんですからね。はい。これ皆さんね、飲める方やってください。はい、飲める方は、この赤ワインを使ってどういう味に仕上がるかなって想像を膨らませながらやる、これちょっと重要ですからね。じゃあ茶番はこの辺りにして、やっていこうと思います。じゃあまずね、材料から切っていきます。まず玉ねぎを切っていきます。はい、こんな感じでね。まあ普通にみじん切りにしていきます。で、次、はい、で、ニンニクです。ニンニク2かけは潰していただいて、今回はね、新鮮なニンニクなので芯なかったので芯取りません。取る芯がないって感じですね。はい、買ってすぐだとね、こういうこともありうるんですよね。そこまでね、細かくしなくても大丈夫。ちょっと粗みじんぐらいでも、全然平気なので。で、ベーコンなんですけども、こいつはですね、今回はね、お肉と一緒の形にしちゃいたいので、僕はね、こうやって細切りにこれ、まあ、ちょっと 太めのベーコンなんですけども、細めのベーコンでもこんな切り方で大丈夫です。こんな感じにして、これで、細かめの、ダイス状にしていく。でね、このベーコンが肝なんですよ。ベーコンを入れることによって豚のね、旨味と脂身がね、加わって非常に美味しくなります。はい、じゃあもうこれぐらいですね。本来ならばボロネーゼを作るときソフリットっていうものを使うんですね。ソフリットっていうのはニンニクと玉ねぎとセロリと人参入れるんですけども、今回はですね、ソフリット作りません。なぜかというと手間もかかるし、何よりですね、今回肉の香りと旨味を最大限に強調したいので、香味野菜は最小限にします。玉ねぎの旨味とニンニクの香り、これだけにしておきます。はい、それではですね、ここにですね、もう火つけちゃって、オリーブオイル大さじ1、これぐらいかな。はい、入れていきます。これパックの牛豚合いびきなんですけども、ここに塩コショウしました。片面だけでも大丈夫で、あとで崩しちゃうので、どうせ。そしたらこのまんま入れてください。これはですね、ボロネーゼをやるときはですね、肉を焼いてください。ステーキを焼くように焼くんです。そうするとね、肉に焦げ目がついて香ばしさが増します。もうね、肉のいい香りがもう充満している。そしてこの肉のいい香りで、こう一粒で二度おいしいみたいなね。これね、ミートソースとかだとね、こうやってやらないで、なんか最初からこう崩しちゃったりするんですけども、これに関してはね、こうやってやった方が美味しい。肉に焦げ目がついて、その焦げ目が香りとなって、後から効いてくるんですね。で、ある程度焼けて、こっちがちょっと焦げてきたなと思ったら、ここでひっくり返す。そうするとね、こんな感じでね、いい具合にね、焦げ目がついてるんですよ。これをね、ちょっとね、繰り返していきます。火加減はね、中火から強火の間ぐらいで大丈夫です。
はい、そうしましたら、またひっくり返していく。はい。ね、これ両面焼けたら、もうね、軽く崩しちゃいます。そうしたら、ここでベーコン。で、ベーコンもちょっと炒める。ベーコンをね、少しね、炒めていくと、やっぱベーコンからね、油が、出てくるんですけども、こうなったらですね、ちょっとね、お肉、避けときます。で、ここら辺にですね、まずニンニク。はい、これニンニク後入れです。最初入れると焦げちゃうので、ここね、油が出てくるので、これでね、ちょっと炒めていきます。で、少しね、千葉県色ぐらいになるまでね。もうね、ちょっとね、細かいところになってきましたね。そしたら、玉ねぎ入れていきます。はい。玉ねぎも炒めて、そうしましたらね、玉ねぎしなっとなってきました。そしたらね、全体混ぜちゃう。肉もね、いい感じに、焦げが出てきてるの分かりますかね。で、これね、混ぜちゃいます。この焦げがね、旨味になるんですよね。そうしましたらですね、ここに、ワインを入れていきます。あ、その前に僕にワインを入れていきます。あー、美味しいね、これね。すごい熱いワインだけど。 200cc で、赤ワインっていうのは酸味が強いんですね。なのでですね、この状態でね、少し煮詰めます。これをやらないとですね、ちょっとね、酸味の立つ、ボロネーゼになってしまいますので、煮立たせて赤ワインの旨味だけ残します。ここでもね、中火で大丈夫ですよ。このね、ボロネーゼはね、家庭料理として日常的に作るんでもギリギリできるラインになってると思います。さすがに仕事から帰ってこれを作るのは無理だけど、休日のランチとかであればもう全然作れちゃう。ソースだけでまあ小1時間あれば、これまあ2、3人前なんですけども、もっと大量にやっても全然大丈夫ですからね。これ2倍量とかでもさっきの手順踏んでいただければ全然大丈夫です。多めに作ってね、冷凍しとくっていう技も使えますんでね、ぜひぜひ、ね、やってみていただきたいなっていうふうに思います。うん、もうこの状態でガンガン飲めますね、僕ね。汁気もう ほぼなくなってきました。で、この状態になったらですね、トマト缶なんですよ。これ半缶分、入れて、ホールトマトですから、形が残ってますので潰していきます。うん、で、潰しながら、こうやって見るとね、ほとんど肉なのがわかると思います。これが日本のミートソースはちょっと違うんですね。だから肉料理なんですよ、これね。はい、で、ここでですね、味付けちょっとしていきます。お塩ね、小さじ4分の1、黒胡椒を、入れていきます。思ってる3倍でいいです。まあ、2倍かな、はい。で、この状態でホールトマト酸味を飛ばすために煮込んでいきます。でね、これはね、ミートソースってもっと煮込むんですよ、本当は。煮込みも短時間、それで十分うまみが出ます。なぜかというと、ベーコンのうまみを入れてるからですね。はい、そうしたらね、だいぶ水分、飛んだと思います、ね。こうなったらもうミートソース完成。で、これ火止めて置いといてください。パスタなんですけども、できたらね、これのパスタ、これ 1.8 なんですよ。もっと太くてもいいです。なぜかというと、ソースに力があるから。だから パスタも力が強くないと負けちゃうんですね。塩はね、ちょっと強めに入れていきます。だいたいね、お味噌汁ぐらいの塩分で、やっていきます。こうやって押しながらね、やるとね、全部入るから。熱い。これ、ちょっと、このまま茹でておきます。で、このミートソースなんですけども、さっきのね、半量、まあ、半量よりちょっと少ないぐらいを入れました。ここに四角くしておきます。バターです。はい、バターを入れます。バター、まあ、5g から 10g、 こってりが好きな方は 10g 入れていいです。今回は 5g ぐらいにしておきます。これで香りをつけていきます。で、あと粉チーズね、大さじ1ぐらい。これ全然出んねんな、これ。まあ、ちょっとたっぷりぐらいでいいです。ちょっとね、混ぜこぜにしておきます。はい、ちょっと火かけておきます。チーズの旨味と、バターの香りを入れていきます。パスタもう茹で上がったんですけど、まずね、茹で汁大体ね、大さじ1ぐらい入れちゃいます。はい、そしてね、スパゲティなんですけども、ここから、入れちゃいます。
麺についた、水分もね考慮してね入れちゃいます。こんな感じで、こうするとザル使わなくていいし、あとでねこの茹で汁も使えますんでね。この茹で汁はソースが固かった時に使います。はい、こんな感じですね。まあ、少し火かけましょうか。はい、で、これで、混ぜます。やっぱ肉のソースだからね、結構ね混ざりづらいんですけども、ちょっと、濃さがあれがあれなんで、あれを入れていきます。うん、非常にいい感じになったんじゃないでしょうか。じゃあできましたので、うわ、見てくださいこれ、ね、パスタねじりながら入れると。でね、今回はねミートソースかなり多いです。だんだんに仕込ませてください。全部上に乗っけるとねミートソースになっちゃうんでね、パスタ肉パスタ肉みたいな感じで盛り付けた方がうまいです。持っていく、よし。で、ここに好みなんですけども、あのオイチーズ、そして、パセリ、これがあるとね、あの一気にレストランっぽくなりますんで、かけてあげるとおーってなると思います。はい、じゃあこちらで、至高のボロネーゼ完成です。はい、それではですね、できましたので食べていきたいと思います。いただきます。ワインは、あの、中風ぐらいまで入れるのがいいんですけどね、足りないので。それでは、いざ、尋常に食べます、いただきます。あー、たまらん、これこれね、最高にうまい。もうね、肉の旨味がガツンときて非常にうまいです。今回見てて分かったと思うんですけど、コンソメとか使ってないんですよね。で、これはですね、肉の旨味と赤ワインの旨味とベーコンの旨味、あとチーズの旨味、素材の旨味を全部生かした感じなんですね。非常に力強くも素材の旨味とプリの仕上がりになってます。甘い、うん。で、今回はですね、赤ワインがあさりめの赤ワインだったので、これはこれでものすごく美味しいんですよ。もっとね、フルボディの赤ワインとか使うとですね、もっと香りが強く出てですね、コクも強くなります。使うワインによっても結構味わいが違ってくるので、そのあたりも楽しいと思います。あー、まじまい。とにかくね、肉料理、うん、うん、あー、これうまい。ついでにもう一個やっていいですか。これね、半分しか使ってないので、肉をもっと余ってるんですよ。それをどうやって使ったらいいかっていう人が結構いるので、僕の超おすすめのまかない飯ちょっとやりますんで。ほんとまかない飯、うん、ご飯、まあ、僕は佐藤のご飯いつも使ってるんで、佐藤のご飯ちょっと温めといたボロネーゼ、そしてね、うちの冷蔵庫に眠ってた、シュレッドチーズですね、はい、これを、乗せて温めましょうか。電子レンジで、1分か1分弱ぐらいやればとろけると思う。はい、ということでこんな感じでチーズがいい感じでとろけましたね。そしたらね、こういうブラックペッパーを少々を、パセリ、少しパラパラっとかけてですね、で、仕上げにお好みでいいんですけども、少しこれでまかない飯ボロネーゼ丼の完成です。これがね、まあ合わないわけがない。いただきます。ああ、最高にうまい。これね、こっちも
食べてもらいたいな。じゃあ皆さん多めに作ってください。うまいぞこれ。最後にかけて醤油がすごくマッチングしてますね。うまい。ちょっとこれはやばいんじゃないか。うん、いや、ボロネーゼもすごい美味しいんですけど、匹敵するぐらいうまい。うん、もう一つだけ言わせてもらっていいですかね。天才だと思う、僕。ずっと赤い飲めるもん、これほんと美味しい。多分ね、タバスコとかも非常に合う。うん、たまらん。まあ、とにかくね、これ肉のうまみがね、ガンガン詰まってて本当に美味しい。このボロネーゼソースっていうのは非常にいろいろ使えて、ミートドリアにしてもいいですしね、これほとんどミートドリアみたいなもんですからね、これね。そういう風にしてもいいですし、もう本当に用途が非常にね、いろんな用途に使えますので、もう赤ワインもかなり使っちゃったね、これね。なのでぜひ皆さん、これ本当におすすめです。やってください。今日のあれはいかがでしたでしょうかね。まあ、いろいろあると思うんです。もう本当にそんなに酔っ払ってお前仕事すんじゃねえとか、もういろいろ言われる。いい、もう飲んでいいみんな。あ、うん、仕事だって、仕事、いや、その仕事できなかったらしょうがないけど、一応できてるので、はい、仕事できる人は飲んでくださいね。あと、なんか上司とかにごちゃごちゃ言われない人はもうちょっと、ね、大丈夫。テレワークとかだったらね、多分飲んでても全部バレないからね。ちゃんと仕事しましょう。僕はちゃんと仕事してるかどうかわかんないけど、多分美味しいものはつけてると思うんで、そういう感じで、もうなんかもう楽しくやっていきましょう。ね。楽しくないと料理は面白くないのでね。なので皆様、このチャンネル皆様の応援がないと本当に潰されてしまいますので皆さん本当にご協力お願いします。